はい、皆さんこんにちは、国友ナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。いつもいつもラーメンばっかなので、今回は上州名物おっきり込みを食べようと思います。群馬は言わずと知れた小麦文化の土地柄ゆえ、ラーメン、うどん、ひもかわ、パスタのお店がひしまいちゃってます。その中でも老舗のこちら、上州田舎屋さんにお邪魔しました。いい感じの店構えですね。どんなお切り込みが食べられるのかな。それでは動画をとくとご覧あれ。こんにちは。あ、入ってろ。はい、どうも。はい、じゃあお切り込みセットを2つお願いします。はい、すげえうまそう。うん、おいしい。おいしい。もっちりと噛み応えのある麺、かつお節と昆布のあっさりしただし、淡白な味付けだから地粉の香りがダイレクトに味わえる。違う、これ好きなやつだわ。うまいうまい。これは中辛スタートだな。うん、うん、もちろん合う。おいしい。具材は白菜、しめじ、ごぼう、かぼちゃ、こんにゃくと具沢山。かつおと昆布のシンプルな味付けなので野菜の美味しさが引き立ちますね。このかぼちゃがまたな。おっきり込みと柚子七味最高。穏やかな辛さが素朴なおっきり込みと調和してますね。取り皿があると七味同士が混ざらないからいいですね。うまい。ここらでお待ちかねの麦とろご飯、どうなんでしょうか。麦とろには最初から中辛かけちゃいますね。実は群馬は大和芋の生産量日本一。皆さん知ってましたか。私も知りませんでした。
通りでうちの周りにも大和芋畑がたくさんありますよ。もう食べちゃった。とろろご飯は飲み物。うん。辛くて爽やか、合う。田舎屋さんの切り込みはちょうどきしめんとすいとんの中間に位置するような感じで、もっちりとしていて食べ応えがあって癖になる系の食感ですね。そろそろ満足してきましたが、あっさり味なので意外に食べられちゃいます。でも考えてみたらこれだけついて税込み980円はかなりお値打ちですよね。最初は敷居が高そうに見えたけど、うん、ニンニクスペシャルのパンチと辛さがいい感じ。あ、そうそう、こちらのお店に30年ぐらい前ですが、苗場の野外ライブの帰りに、なんとあの超ビッグスターサザンオールスターズが来店したそうですよ。やっぱりお切り込み食べたんでしょうかね。いやー、びっくりです。どこ座ったんだろう。店内にサインとかは見受けられなかったんですけどね。いやー、ボリューム満点でしたが、美味しかったので綺麗に完食。美味しかった、ごちそうさまでした。皆さんもね、近くにお越しの際はこの風情ある上州田舎屋さんでゆっくりとお食事を楽しんでみてはいかがでしょうか。価格もお手頃でね、きっと満足してもらえると思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、そばうどんのあったかいのっていうのはないんですか。そばうどんあったかいのもあります。あ、あるんですね。じゃあ次回お願いします。お願いします。ごちそうさまでした。どうも。ごちそうさま。美味しかった。